はい、皆さんおはよう。おはよう。久しぶりね。いや、飛ばないなんだ。飛ばないで。ちょっとちゃんと席座りなさい。つけまげさん、ちゃんと座りなさい、あんた。ちょっと。ちゃんと座って。はい。はい、じゃあ席取るわよ。はい、つけまげさん。はい。というわけでね、今日はね、皆さんね、ご報告があるんでね、ちょっと久しぶりにやってるんだけど、まあ、まずちょっとスケマゲさんにね、ご飯あげようと思うわ。スケマゲさん、はい。あ、ちょっと。はい、どうぞ。まあ、昨日ね、今、スケマヨさんだけね、里子にね、行ったんだけど、昨日ね、急遽なんだけど、スケマイコーと、スケマシュさんがね、里子に行きました。もうちょっと急遽だったんでね、こちらで卒園の儀はできなかったんだけど、まあ、あの2匹はね、すごく餌食いも良かったんで、まあね、せっかく取りに来ていただけるっていうタイミングだったので、特にね、心配もなくいい里親さんにもらっていただけました。それをね、このクレスが丘保育園の方でね、皆さんにご報告させていただきます。はい、というわけで今日はね、残りの子たちにご飯をあげていきたいと思います。つけまげさんはちょっとこのサイズちょっと2匹食べていただきたい。最近この子たちはね、1日おきであげてるわ。ちょっと毎日だとね、食べない時があるんで、まあたまに毎日あげる時もあるんだけど、基本1日おきであげるような感じで言ってるのね、最近はね。まあ、そうするとこんな感じで割と食いつきがいいんで、あっという間に2匹食べましたね。じゃあ次いくわね。はい、じゃあ次はね、次はつけまきさんよ。はい、つけまきさん、はい、どうぞ。ちょっとピントが合わない、そこだと。はい、じゃあ出席取るわよ。はい、つけまきさん。はい、つけまきさんもね、まあ里子じゃない、里親さん決まってるんでね。もうちょっとしたらね、多分つけまげのね、里親さんがね、一緒に届けてくれるって言ってるんで、まあ、それまでにしっかりね、食べて大きくなってほしいわ。この子もね、ほんと食いつきがいいんでね、何も心配なく、お渡しできるわ。まあね、ちゃんと、次のね、飼い主さんに、お渡しするまでね、しっかり育てるのもね、この私の仕事だから、それがもうクレスが丘保育園のね、もう任務でもあるから、しっかりね、このちょっと大きめの子たちにはね、ちょっともううるさいわね、ヘリコプター電話が鳴ってるちょっと待って、ちょっと、ね、予約の電話が鳴っちゃったわじゃあ2匹食べたんでね、じゃあまた次行くわ。はい、はい、おいで。はい、じゃあ次はね、つけまるさんね。はい、つけまるさんはね、あんたね、うちに残る候補だからね、まだね。はい、じゃあ行くわよ、つけまるさん。ピントが合ってないわね。はい、つけまるさんだけね、やっぱりまだ一番うちの中で赤みが強いんでね、ちょっと赤みの強い子を残したいなと思ってるんで、今残そうかなと思ってるわ。他の子たちがね、どう出てくるかによってまたちょっと変わるかもしれないんだけど、みんな今日食いつきが悪いといいわね。はい、はい、つけまるさんも2匹食べるかしら。まあ、本当にね、まあ、餌食いをねしっかりさせるのが、まあ里親さんにね渡すまでのね、まあ、私の任務だと思ってるから、まあ、みんなね今のところ食いつきも良くなってきて、だいぶどの子もね安心してね出せる感じよ。まあ何匹かね、まだねちゃんと里親さん決まってない子もいるんでね、まあ、ちょっとまだつけまるを残すかもはっきりは決まってないんでね、今のところつけまるさんっていう感じなんで、まあ、その辺ね、自分で残す子決まったらね、しっかりまたね、いい人がいたら里親さんね、しっかり探したいと思うわ。はい、もう一個食べる。
つけまるさん比較的ね食が細い方だったんだけど、最近こんな感じでしっかり食べてくれるからね、先生も本当安心ね。よかったよかった。ほんとよく言えばね、みんなに頭取らないで食べてくれるといいんだけど、もうなかなか食べないよね、うちの子たちはね。はい、食べ終わったね。じゃあ次行くわよ。はい、つけまるさんおいで。はい、じゃあこちらに、はい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 、はい、どうぞ。はい、じゃあ次行くわね。はい、じゃあ次はあんたよ。はい、あんたはつけまほんさんね。はい、ちょっとこっち見て。はい、行くわよ。はい、つけまほんさん、ちょっとあんた飛ぶ、ちょっとちゃんと返事しなさい、あんた。ちょっと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 、はい、つけまほんさん、君と会ってないけど、まあいいわ。はい、はい、いい食いつき、大丈夫大丈夫、あんた。食べてるから、ちょっとあんたもちょっと、はい、はい、じゃあつけマフィンさんね。はい、つけマフィンさん、はい、じゃあつけマフィンさんもね、ちょっとつけマフォンさんが食べてるとこでちょっと食べて、はい、よきく、まあ、このね末っ子2匹も食いつきがなかなか良くなってきたわね。あ、月間フィンさん食べ終わった。じゃあ食べ終わった人は私の指に集合よ。私の指に集合と、はい。あ、こっちがつけまふんさんね。私なんかね、この2匹もどっちがどっちだかよく分かんなくなってきてる。このちょっと柄がちょっとバキバキ気味な方がつけマフィンさんね。つけマフィンさんもね、一応ね、残す候補ではあるの。あとはまあ育っていく過程でね、赤みがどれぐらい出てくるかでちょっとあっち迷ってるんだけど、つけまるさんとね。あれ、なんか下から来てるわね。次ね、ちょっと皆さんに紹介する子がいるから、じゃあつけまふんさんおいで。はい、指においで。はい、じゃあね、最後皆さんに今日、まあ、この紹介のためにね、今日のねクリスガーグ保育園をやってたところもあるんだけど、まあ、先日生まれたねプラケ CB クリステッド月光第9号よ。早速統合ね、もううちの子たちも、まあ、うちの子たちで、まあ、もうクリスはこういうもんなんだけどね。はい、9号がね無事孵化したわ。で、新入園児としてね、クレスガーカ保育園にやってきたから、ちょっと皆さんに紹介したい。ちゃんと紹介したいから、ちゃんとここ乗って、あんた。はい、そう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 。はい、じゃあね、ちょっと名前呼ぶから、ちゃんと返事してね。はい。つけマックさん。はい。つけマックさん。はい。つけマクドじゃないのよ。つけマックよ。もう関東だからね、うちはね。じゃあ、つけマックさん、入園の儀で。あ、ちょっと、入園の儀なんだから、ちゃんとそこに座って食べなさいよ、あんた。
まずちょっと、まずちょっと席に座りなさい、あんた。なかなかあんた問題児かもしれないね、これね。ちょ、問題児せ、ちょっとスケマックさん、ちゃんとまず座りなさい。はい、入園の儀だから。いやいや、これ違う、そうじゃないわね、そうじゃないわ。美味しいとこだけ食べるのやめなさい。ちゃんとこれ食べなさい。はい、オッケー。なかなか問題児かと思ったらなかなか優秀じゃない、なんだ。しかもね、すごい見やすいところで食べていただいて。というわけでね、クレス学保育園にまた新たなね、卒園したね、つけまいこうとつけましゅうがね、卒園しちゃったんだけど、新たにね、つけまっくさんがね、入園しましたので、皆さんね、よろしくお願いします。というわけで今ね、つけまよ、つけまいこう、つけましゅう、3匹がね、里子に行ったので、まあ、9匹生まれて、3匹なかなか、今6匹体制かな。でね、これから、クレス学保育園しばらくやっていこうと思いますので、皆さんまたよろしくお願いします。はい、では今日の授業は終わっていきたいと思います。さようなら。はい、じゃあ指においで。つけまっくさん、指に。そう、はい。はい、じゃあ皆さん、さようなら。いいわね。いい顔してんじゃないのか。めっちゃ滑ってるけど。はい、じゃあ皆さんさようなら。